ん？いや、あ、そうだ。はい、これ。ダメ！ダメだよ、シロさん。こういうのは食事の後じゃなきゃ。待ってよ。ね、後でゆっくり堪能するから。っていうか、せめて気分だけでも味わせて。彼氏から指をもらうシチュエーション。こっちは今日絶対渡されるって分かってて、でも知らんぷりしながら、ディナーの最中、いつ出すんだろう、どんなこと言われちゃうんだろうなってドキドキする。あの感じやらせてよ。もう勝手にやってくれ。えぇ、何それ。ちょっと勝手にやって。分かった、やるから絶対やってくれる。シロさん、ありがとう。大好き。うん、大事にする。まあ一つ6万9000もしたからな。二つで14万弱が、俺にしてはだいぶ思い切った買い物だったよ。うん、でも指輪じゃなくて、あ、もちろん指輪は一生大事にするよ。けどその、いや、大事にするっていうのはさ、シロさん大事にするよ。大事にする。あのな、矢吹さん、その、あの、何でしょう。君がそういうスーツを着てるということは、家の中で女の格好をしているのはシロの方かね。なんだそれ。気になってたんだと思うよ。あ、それで最初にケンジの顔見たとき、二人とも一瞬変な顔したんだな。さっき食事中におふくろ呼び出したのはその話するためだったんだな。お父さんたちはどうしても男同士っていうのが理解できないみたい。どっちかが女の格好をするもんだって思い込んでるんだよ。え？じゃあ親父もおふくろも家ではお前が女装してると思ってんのか。多分ね。本当にすまん、頭の片上たちで。いいよいいよ、それでご両親がちょっとでも安心できるならいいじゃない。そんなことより俺、夢みたい。恋人の実家に遊びに行って親御さんとご飯食べる日が来るなんて。だって俺にはそんな日が来るなんて永久にないって思ってたもん。もう俺ここで死んでもいい。
死ぬなんてそんなこと言うもんじゃない。食いも油と糖分控えてさ、薄味にして腹八分目で長生きしような俺たち。